持ち出して、もしかしてまだ仕事する気じゃねえだろうな。だよな、休憩中って言ったらお前の演奏だもんな。おい、みんなも聞いてってくれよ。なかなかいいんだぜこいつの演奏。いつか必ずビッグになるやつだからよ。よし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 。昨日この近くの博物館で宝石が盗まれたらしいんだ。なんでもルパン三世っていう世界的に有名な泥棒が高価な宝石を盗んだって話だ。ルパン三世知ってるやつはいるか。おやっぱり有名なんだな。みんなも気ぃつけるんだぞ。って言ってもルパン三世が盗みそうなもんは持ってねえか。俺も持ってねえけどな。まあゆっくり聞いてってくれよ。頼んだぜ相棒。OK、 じゃあみんな盛り上がっていこうか。手拍子、はい、皆さん OK、 ガンガン挑戦。俺の刑事の勘がそう言っている。なんだあんた警察か。
ICPO のゼニガタと言います。あんたたちも聞いていきなよ。すいません、私たち勤務中で。いいですな警部、皆さんお楽しみのところをお邪魔してしまったようですね。なんでも好きな曲言ってみな。え、リクエストだよ。私演歌以外は苦手でして。そうだ、私のイメージにぴったりの曲をお願いできますか。あんたにぴったりの曲か、変わった注文だな。できるか。
今目の前にルパン三世と次元大介がいるんだよ。だからさっきの工事現場だよ。もうこれ以上話をややこしくするなっつうの。そいつは俺の獲物だ。昨日の続きといこうか、藤子。
つまらぬものを切ってしまった。いやあ、ザイドン、遅かったじゃねえか。すまぬ、地下鉄の行き先がわからぬゆえ走ってまいった。ゴエモンらしいな、折り伏しろ。よそにしてんじゃねえぞ。かたじけ、いいけどだよ。エジゴ、チェックメイトだ。この勝負は私の負けみたいね。はい、なんだ。おいおい、こんな簡単な手に引っかかるなんてらしくないわよ、ルッパ。ちょっと待て、ユジコ。そいつは待てと言われて待つほど素直な女じゃないの。じゃあね、ルッパ。うわ、困った、ユジコちゃん。こんな簡単な手に引っかかるなんてらしくないぜ、藤子。本物のネックレスはお前が来た時ここに隠したのさ。俺のポケットにそんな高価なものが。おい、ルパン。ああ、逮捕だ、ルパン。とっつぁん、生きてたのか。お前を捕まえるまで俺は死ねん。とっつぁんも懲りないね。それは最新式でお前専用の手錠だ。こんなの俺とじゃシャツのボタンも同じだぜ。おい待て、ルパン。邪魔して悪かったな、最高の演奏だったぜ。こいつはチップだ。おお、行くのか。ありがとうな、また来いよ。ルパン、そっちは行き止まりだぜ。キム、こっちから行けそうです。でかした。こんな手錠なんてな、手こずってるようだな、ルパン。なんだ、こんなややこしい手錠が作ったやつは。だはははその手錠は、この鍵がなければ、まあ、腕を切り落としてもしない限り外れません。観念しろ、さあ、こっちに来い。俺、ルパン、さっさと歩くんだ。ケム、何ですかそれは。何って、